超。はい、こんにちは、モーターボートレーサーの上平慎二です。ボートレース下関カモン FM カップにね、行ってきました。帰ってきました。今日はね、天気がいいんで竹林からねお送りしておりますがね、竹の子がねどんどん出てきているので、後半にはちょっと竹の子を掘ってみようかと思っております。今回は厳しかったな。まあなんか厳しいエンジンの仕上がりでね、とても苦労したんですが、なんとか予選はね6位で通過ということで、準優勝戦はね3号艇ということで、それでは準優勝戦行ってみましょう。どうぞ。ボートレース下関のボートモーターはまだ初おろしからね2節目のエンジンになっています。今回引いたモーター23号機は 44% のね、ボートは51番で副勝率ね 16% の勝率があります。前回使用していたのは東京の平川香織さん、元フィギュアスケート選手ってね Google 先生が教えてくださいましたけど、整備場に置いてあるタブレットで平川さんのねレースをねちょっとね見てみましたけど、なんか外前したらグッと前を押しているような感じでね、あらいい感じなのかなっていうね、そんな感じのエンジンにね思えたのでね、そのまま試運転行ってみましたけど、三重の浜野くんと足合わせをしたらね、ちょっと伸びがねやられ気味でね、出足は僕の方が良かったですけどね。スタート練習ではね山口の田中さんとかにもねちょっと伸びで、ちょっと今回伸びが最初からね怪しかったですね。1走目はね3コースからの付け前が決まって1着、ターンのね押しの感じとかはねすごく良かったんですよ。なんとかねこのターンの感じを維持したまま、なんとか伸びをねつけていきたいなっていう風にね、プロペラをね修正していくんですけどね、これがねなかなかいい調整がねできなかったですね。この日は朝からね強い追い風が吹いていて、安定板がついて2周レースになっています。3コースからのレースになります。風が朝よりはね弱くなってきてたので、思い切って行ってもいいかなっていう風にはね思ってたんですよ。でもね今節スタートの遅い上平慎二はいつも以上に遅かったじゃないですか。5番に一気に締められちゃいましたよね。4番のね吉田君もねちょっとねエンジン的にはねちょっと苦戦してたんですよ。そこをね5番の沖島君がねこれ出てたんですよ。まくられながらもちょっとねしっかり懐を取っていい感じでね回れそうな雰囲気もあったんですけど、風にねちょっと流されるところもあり、まあでもエンジンの仕上がりですよね。やっぱりねここちょっとさせるような走じゃなかったのかな。やっぱりね思い切って攻めていける展開にしておかないといけなかったな。やっぱり今回出場のエンジンはね、田添さんの40号機、一宮くんの50号機に沖島くんの25号機でしょ、そして向井女さんの63号機に小島くんの46号機か、この5機がまあいい動きしてましたね。上平慎二の23号機はもう止まってましたね。これはねもうすいません。ご覧のようにですね、まあ、残念ながらもう見せ場なし、結果はね5着ということで優勝戦に乗ることはねできませんでした。今節の優勝はですね、兵庫の古月博士くんでした。おめでとうございます。次節はですねボートレース G1 開設71周年記念ツッキー王座決定戦にね行ってきます。どうやらねウッキーくんが来るらしいですよ今回はね。しっかりとね走っていきたいと思います。それでは、あ、これなんてちょっとどう？ちょっと頭出してるぐらい。どう？これ行ってみようか。これくらいならいいんじゃない？託したおかげで。イノシシが入ってないからもういいね。これはいいや。タケノコだ。トップがイドラストップ綺麗に変えね、ここを挟みで切りたい感じ。なんか根っこがおっ、はいだ
おい、はいじゃん。はい、はい、はい、竹の子です。竹の子取れました。あー、怪我するわ、ほんま気をつけんとね、ほんと。いやー、では他にもね、取ってきたいと思います。あぶっ。秘密兵器を出しました。ほっ、あら、ほっ、ほっ。